はい、皆さんこんにちは、ムーンです。スロートマクヘルの謎のストーリー続きやっていこうと思います。もうね、パートがね、これで30になりましたね。うん、なんかね、大長編になってきた感じがしますけど、まだまだお話は続くのでよろしくお願いいたします。じゃあ進みましょう。迷子になったことがありますか？人混みの中で周りには誰も自分を知る人がいない。その不安な気持ちは大人になっても夢に見るほど恐ろしいものです。ビリーの場合はどうなるのでしょう。ビリー今回主人公ですかね、ビリー。はい、じゃあ今回は迷子のビリーって話です。ビリーは4歳で両親を亡くした。田舎へ引っ越すことになり、後見人の手で列車に乗せられた。新居の住所を読むことも覚えることもできないビリーのために、後見人は名前と行き先をカードに書いてやったが、鉄道職員の力を借りてもビリーは新居にたどり着けなかった。なぜ？ほう、ビリー、またさ、ジェラルドの剣と同じで動物とかじゃないですかって思っちゃったり。うん、ビリーはカードの内容を理解していたんでしょうか。いいえ。なるほど、理解をしていない。そっか、読むことも覚えることもできないって書いてますね。ビリーはカードを首からかけていたんでしょうかね。はい、はい、しかし途中で外してしまったようです。なんと、4歳で両親を亡くしたと。後見人、後見人はビリーと血縁関係にあるんでしょうか。いいえ、ない、ないと。なるほど、やっぱちょっとビリーが気になるな。ビリーは住所を覚えていなかったでしょうかね。はい、はい、覚える気もなかったようです。やっぱりちょっとなんかジェラルド説が私の中で広がってるんですか。ビリー、列車、列車に乗るの初めてだったんですかね。はい、はい、なるほど。寝過ごすことはないんじゃないですか。ビリーは列車で寝過ごしてしまった。いいえ、そもそも降りる駅がどこかわからなくなってしまいました。なるほど。いや、なんかビリーではなさそうだな。シークレットワード、両親は見れない、後見人、後見人は列車には乗らなかったんでしょうか。はい、ほう、後見人、後見人の性格、後見人の仕事は関係があるんでしょうか。おお、はい、後見人の職場にビリーとその両親も暮らしていました。シークレットワード、職場、職場見てみよう。牧場、後見人の職場は牧場だった。はい、はい、牧場にある動物が飼われていました。動物、牛かな、牧場だと。牛、お、なんかヒントが追加されましたけど、もうちょっとやってみようか。牧場にいた動物は牛だった。牛、いいえ、あ、違うんだ、牛じゃない。あと牧場にいる動物っていうとヤギ、ヤギ、あ、ヤギなんだ。はい、はい、ビリーはその中の一頭でした。シークレットワード開けたいですね。列車、新居の住所、
どこ見ればいいかな。ビリーは自分が向かうべき駅を知っていたのでしょうか。後見人、鉄道職員、鉄道職員。後見人と連絡を取った。いいえ。あら、鉄道職員は後見人の連絡先を知りませんでした。ほう。鉄道職員ビリー助けたかったんですか。まあそりゃそうですよね、はい。なんだろう。もうカーブをなくしてしまったんですよね。はい。今破片だけが残っています。あ、そっか、ヤギだから食べちゃったってことか。ごめんなさい、ちょっとヒント見ます。ヒント。花のヒント。カードは破れやすい材質だったのでしょうか。カード。カード。あ、これ？カードの材質。あー、そっか、そこからヤギっていうのを読み取りますね。カードは紙でできていました。紙、カード、ビリーが食べちゃったってことですよね。本当にヤギって紙食べるんですね。で、なんか歌の中の話だけかって思ってました。よっぽどお腹が空いていたんでしょう。あ、空腹だったのね、ビリーは。じゃあ回答行こう。列車に乗っているビリーに襲いかかったものは、襲いかかったもの、空腹感。ビリーがもともといた場所は牧場。ビリーはカードをどうしてしまった、食べちゃった。ビリーとは何者、ヤギですね。はい、正しいようです。やっぱりジェラルド説正解でしたね。じゃあ、両親を亡くしたかわいそうなビリーは実はヤギだったのだ。親切な後見人に見送られ故郷を後にしたビリー、生まれて初めての列車の旅も順調に見えたのだが、突如強烈な空腹感がビリーに襲いかかった。ビリーはダメだとは思いながらも空腹に負け、首にぶら下がっている美味しそうなカードを食べてしまった。親切な鉄道職員の力をもってしても食い破られ住所が読めなくなったカードではビリーを新居まで導くことはできなかった。うわー、なんかかわいいなビリーやっぱり欲にはねダメよね。睡眠、食欲、あとなんだろうね、欲には勝てないって言いますからね。安すもん。ビリーの行き先を書いた紙は彼の胃袋の中。でもご安心ください、鉄道会社の係員はきっと彼が乗り込んだ際の記録を見つけ出して彼を行き先まで届けてくれますから。そうですね、やっぱそういうの記録してるのかな。でもそうだよね、動物運ぶってなるとやっぱそういうこともするのかなね。じゃあ今回はここで終了にしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちらサブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。